どうも、こんにちは、こんばんは。8割反応です。よろしくお願いします。今回は第11回ですね。前回の続きをやっていきます。まあ、前回ね、途中で探索してて、先に進めなくなっちゃって、で、このね、張り紙、石板か、ありまして、これが何だか分かんなかったんですけど、まあ、他のところを探索して分かったと。開かない扉がありましたんでね、まずはそこまで、行きましょう。なんだっけな、なんか壊せっていう、なんか魔力を放出してるんでしたっけか。なんか、とにかくそれを壊さなきゃいけないんですけど、まあおそらく、その順番によっては、なんでしょう、なんか積んじゃうのかな。まあ、セーブどこでもできるからね。本来消滅を望むなら、これがまあ正解だと思うんですけど、他のものも試してみましょうか。どんな感じになるのかね。あとテーブルトーク RPG のソードワールドをね、近々やりたいなと、まあ、計画を練ってるんですけれど、ちょっといろいろルールブック読んでいましたら、魔法がかかってる武器、もしくは、銀の武器じゃないと、攻撃が効かないというモンスターがね、中にいるんですよね。なので、まあおそらくね、このゲームはそういうことになってるんだと思いますので、銀の装備を手に入れたいなと。あれ？道間違えちゃった。魔法の装備っていうのはそうそう見つかるもんじゃないということなんで、おそらくまあこのゲームもね、そうなんじゃないかなと思いますので、まあテーブルトークの方のソードワールドもね、ぜひぜひ見てほしいなと思うんですけども、ちょっとね今各そのメンバーの何と言いますかキャラクターメイクはね、ほぼほぼ終わってきたところなんですよ。多分ね今のまま予定通り行けば4人パーティーのゲームになると思うんですけども、ちょっとねゲームマスターを担当する方がねパソコン壊れちゃったっていうことで、まあ、そこでちょっと今ねどうしようかっていう話になってるんですけども、それさえクリアになればね、始められるんじゃないかなと思うんですけどねとか言ってるうちにたどり着きました。ここですね。じゃあ一応念のためにここでセーブしとこうかな。はいはいはい、あれが制御球じゃないかな。なるほど。あれ一個しかない。お、あれ、こっから来たんだよね。いや、てっきりね、3つあると。3つあるのはこの、先に、
この魔法陣みたいなとこに入るのかな。じゃあここでセーブか。旅立ちを望むならこれ行ってみようか。ん？どういうこと？魔力を放っている精霊石の周りを、3つの制御球が取り巻いている。これを壊せばいいのだな。で、旅立ちを望むならの場合ですけれども、ここにありますけどね、左中右、これか。行ってみよう。もうダメです。あなた方は間違ってしまったのです。すでに戻る方法はありません。この街はどこへともわからない空間へ突き進んでいくだけ。あなた方にも静かにこの運命を受け入れていただくしかありません。おお、そういうことですね。なんかサイレンの最後みたいにね、永遠に同じ空間をさまよって永遠にモンスターを倒し続けるみたいな感じのことをね、想像してしまいましたが、あれかな、正解を選ばない限り全部一緒なのかな。帰還を望んでみましょうか。中左右、制御球を壊すと精霊石も力を失ってるな。あれ？あれ？これでもいいの？ちょっとつまらないですね。システム、どうだろう。変化を望むなら左右中、えい。体の奥から不自然な力が湧き上がってくるのを感じた。おい、ハチ割れ、お前の手が。目をやると腕が奇妙に変形していく。あっという間に他の部分も、そして仲間たちも変形していく。そしていつか心も闇に閉ざされていった。なるほど、変化したということですね。はい、じゃあ次、消滅を望んでみましょう。右左中、これですね。溢れ出たエネルギーが全てのものを飲み込んだ。おや？あ、全て我々を含めたそのこの空間が全て消滅してしまったんですね。はい、じゃあ帰還を望むでよかったのか。中、左、右。これでいいと。敵もいないし、なんか、拍子抜けですね。まあ、このゲームね、なんかボスとか、そういったのとか、ほとんどないからね。なんでしょうね、こうラスボスはともかくとして、サブクエ的なお話の中に必ずと言っていいほどボスを置き始めたのってどのゲームなんでしょうね。ドラクエとかも今はね、なんかこうミニシナリオとかサブクエストとかそういったものに中ボス的なものがいたりしますけど、昔は必ずいるっていうわけでもなかったような気がするんだよね。ドラクエ3とかのヤマタのオロチとかね、あの辺はまあボスと言える感じではありますけど、なんかファイナルファンタジーとかなのかな、なんか今そういうのが当たり前になっちゃってますけどね。
さてと、これで、この後どうすりゃいいんだ。何さんだっけね、名前忘れちゃったけど、お姉さんのところに行けばいいのかな。はい、しかし襲われたとはいえね、元ここの住人たちをほぼ皆殺しにしてしまいましたね。カルマ大丈夫なのかな？なんかロマンシアとかだったらね、カルマがなんか全部なくなっちゃいそうな感じですけどね。おーい。ありがとう。ようやく、トールストリナの呪いが、そう、呪いだったのでしょう。解けました。本当に、ありがとう。白骨化しちゃうのかな？レリアは水晶の棺の中で美しい姿を保ったまま、物言わぬ死者となった。635の経験点を得た。まあ、美しいままだったんでよかったですね。もうなんか、急にシュワシュワシュワーってなってね。なんか干からびちゃったりとか、なんか骨になったり粉になったりとか、塩になったりとかね、しなくてよかったですけど。親友はどうなったのかな？親友は。あ、親友がいない。どうしたんだろう。あれ？ここだっけ？違うよね。さてと、これで呪いは解けたと言っておりましたが、どっから帰ればいいのかな？スタート地点に行けばいいのかな？スタート地点、左下のあたりかな？出れる。おう、脱出できましたね。はい、まあ経験値はまあもらえたんですけど、特に報酬もなくって感じか。あ、でもそうだ、宝石をいっぱいもらったんだ。もらったっていうか勝手に拾ったっていうか盗んだっていうか。よし、じゃあまあまた、ブラブラしながら、クエストを探しましょうか。その前に、体力回復しましょう。1、2、3、4人。いいでしょう、これで。あ、待て、ここで仕事がないのかどうか確認しておきましょう。
いらっしゃい。何か用かい？仕事ないと。はい。ん？かわいいね。少女漫画チックで。あ？おい、知ってるか？クロスの南にある砂漠の穴がなくなってしまったんだ。一体何があったんだろう。何があったんだろうね。次はじゃあボル。あのボルっていうボル塾っていう女芸人がいるんですけどね。私あの人たちなんで人気あるのかさっぱりわからないんですよね。なんか見ているだけで不愉快になるというかね。なんか口が悪いのキャラクターなんか。気にしてるでしょ。毒舌っていうか、毒舌ってんとも違うよね。なんか品がないというかね。なんか先輩とかに対しての口の利き方というかね。いやそれはそういうゲイなんだよって言われちゃうとそうなのかもしれないんだけど、いやそれが気に入らないんですよ。それが不愉快なんですよ。見た目も不愉快なんだからね、喋りぐらい愉快にしてほしいな。はい、仕事は？お、あなたたちにぜひ頼みたい仕事がある。最近この辺りに奇妙なモンスターが出てくるんだ。村の魔法使いが言うには狼男らしい。村長がそいつを退治するために冒険者を雇いたいと言ってる。どうだい、やってみるかい。やりましょう。詳しい話は村長のところで聞いておいて。どんなよこれ。どんな用かね。レベルアップしない範囲で、ちょっと見てみましょうかね。冒険者レベルは上げない方法をして、てかもうレベル、エルディンがレベル4になってるからね、4にしてもまあ変わんないっちゃ変わんないのかな。経験点3000。ファイター、レベル4なれるな。なっちゃおうか。なっちゃおうってね。いないいないバーでやってますけどね。じゃあ、レベル、冒険者レベル4になっちゃおう。はい。で、そういえばテーブルトークの、これでもできるのか。能力値を、ね、伸ばすっていうのがあるんだよね。逆に言ったらレベル上がっても能力値伸ばすっていうのを使わないと各種ステータスは上がらないんですよ。例えば器用度20とかね、敏捷度22とかありますけど、このね、伸ばすだけ結構高いんだよね。ほら5000とかね、結構厳しめなんですよね。パラムもリーストレベル4になれるね。なっちゃおうか。でもなぁ、ファイター技能をレベル2にするっていうのもありか。そうですね。ファイター技能をレベル2にしよう。結構ね、前衛で戦いますからね。8割、シーフレベル4で、経験点2000。そうだな、まあいらないかな。いらないですね。いらない。ファーザムは、ソーサラー、この人はね、ハーフエルフでエルフ育ちなんでシャーマンを生まれつき持ってるけど、シャーマンとしての能力を伸ばす必要はないかなと。ソーサラー上げられないですね。カリナ。シャーマンが、レンジャーは？あ、レンジャー伸ばせますね。レンジャー伸ばそうかな。
アローがあと8本しかないのか。どこの村でもね、売っててほしいんだけどな。はい、じゃあ村長さんとか行きましょうか。化け物はとても力が強くて凶暴です。村人が何人も襲われました。村を襲う化け物を退治してくれたのですか。え、くれたのですか。村を襲う化け物を退治し、あ、しに来てくれたのですか。はい、そうならば山頂に会ってください。化け物を退治してくれる冒険者とはあなた方かね。わしらは凶暴なモンスターに困らされとる。狼男という名のモンスターらしい。そいつが山裾の遺跡に住み着いて時折村に来ては家畜を襲うのじゃ。村の若い者がそいつを退治しようとしたが、反対に殺されたり大怪我を負ったりしている。お願いだ、どうかあの化け物を退治してほしい。税金は千ガメルだぞ。どうじゃろうか。やりましょう。化け物は村の南西、村の東南の山裾にある遺跡に住み着いて、東南ね。なんとか退治してくだされ。遺跡の場所は村の魔法使いのハーランに聞かれると良いでしょう。なるほど、なんかその狼男に事情があって、本当は狼男なんていう化け物じゃなくて、なんかの呪いだか、なんか悲劇的な運命で、そんな姿になっちゃったみたいな感じなのかな。でももう実際人殺しちゃってるからね。あの遺跡行くのですか。ならば隠された扉に気をつけることです。なるほど、隠し扉があると。狼男を倒せ。村の名前はボールですね。で、遺跡に狼男が住み着いている。倒したら、千画面。で、遺跡には隠し扉があるらしいと。化け物が住み着いている遺跡はかなり大きなものだそうです。遺跡はかなり大きい。化け物隊長を引き受けてくださるのですか。ありがとう。あれ、ハーランは。部屋の中には薬草の濃い香りが立ち込めている。テーブルでかいなーっていうか、このさ、なんでもそうなんだけどさ、全部でかいんだよ。これ何？これポット？人間がすっぽり入っちゃいますよ、これ。これは何なんだろう？風呂か？ね、いつも言っても突っ込んでもしょうがないことなんだけどさ、めちゃめちゃでかいですよね、この本棚。ハーラン、狼男を退治してくれるそうですね。私でお役に立てることがあれば何でも言ってください。なんでしょう、すごい杖なのかこれ。あ、杖か。狼男が襲ってくるそうですが、やっぱり満月の夜ですか。それが満月の夜とは限らないのです。
それだけではありません。お気づきかと思いますが、普通狼男に襲われて傷ついた者は新たな狼男になると言います。へえ、そうなの？そんな、なんていうか、吸血鬼じみてるというかね。でもこの世界でも狼男満月に変身するとか、そういう話が、浸透してるんですね。しかし村人の多くが狼男に襲われたのに、誰一人として狼男になった者はいないのです。それは奇妙だ。狼男が住み着いている遺跡については、詳しくは分かりませんが、古代王国時代の神殿か、それに似た建物のようです。隠し扉や隠し部屋が多いので、宝物庫の一種かもしれません。隠し扉、隠し部屋もね、隠し部屋もある。宝物庫。宝物庫の一種かも。で？相手は魔法の生き物ですから、普通の武器では歯が立たないはずです。この銀のショートソードも、ああ、さっき話したやつだ。誰が持ち込んだ？いやでもまあバートかな。一応リーダーですからね。でもこれだと、あれかな、魔法をかければエンチャンテッドウェポンとかそういうのかければいけるのかな。うわ、ショートソードは低いですね。打撃力8か。結構違いますよ。打撃力両手で使うと22の武器だからね、バートが普段使ってるの。もうね、ソードワールドのテーブルトークを、ルールブック読んでるからわかるんですけど、打撃力22と8だとものすごい差がありますね。でもまあそもそも銀の武器じゃないと攻撃が当たらないっちゅうならもうしょうがないですもんね。はい。スモールシールド装備してるから、そもそも片手でやってたんだね。だとしたら17ですね。はい。銀の装備ね、お金出すから売ってないのかな。武器に魔法をかければ倒すことができるでしょう。気をつけて。あ、そうなの。じゃあ別にね、あんな銀の武器とか攻撃力低いのじゃなくてもいいのか。まあいいか。じゃあ遺跡行きましょう。とりあえず、2にセーブしました。いきなり宝箱。何？体幹の指輪？やっぱ魔法使いかな。なんだよ、じゃあ4つも置いとくなよ。なんだこれ。なんでもないのか。いやー、でも入り口のすぐ近くのね、部屋にアイテムを置いとくだなんてね。何これ、なんか、うわー、迷う。こっちにしよう。うわ、ほぼほぼ空っぽか。
もう、なんていうか、漁られた後なんでしょうか。なんか全部空っぽじゃん。例えば隠し扉がどうこう言ったもんな。隠し扉、目で見て、だいたい今までのパターンだとね、怪しいところはね、それとなく分かるようにしてあったんですけどね。ライブ配信とかだったらね、視聴してくれてる方にもね、注意して見てもらって、隠し扉っぽいのがあったらちょっと教えてねって言えるんですけどね。これで行き止まりか？いやいやいや、まだ続くね。なんと階段まであるのか。とりあえずこのフロアをもう少しね、探索してからじゃないと、わけわかんなくなっちゃうけど。まあでも階段もあったし、あそこが正解ルートなのかもしれないですね。わあ、なんかこう進んでいって扉がこうやって2つあるとさ、ファミコン版の邦夫君を思い出すんだけど、なんかこういうところでさ、ミスズが2人、なぜかミスズが2人現れたりとかさ、知らない人には 何のことやら分かんないと思うんですけど。あれ？え、どうして？お？あれ？さっきあっ、ん？ドワープしてないよ。あれ？なかったっけ？ないみたい。あれ、実際ダメだ。あれ、なんかすごい違和感感じるね。なんだ？うわー、扉もいっぱいあるし、セーブしておきましょうか。何も起きないな。
宝物庫という側面もあったのかもしれないけど、なんか違いますよね。なんか魔法陣とかあるし、このなんか複雑な構造はただの宝物庫っていうだけの建物じゃないですよね、きっとね。あ、ここにもなんかワープしたりするのかな。なんか謎解きとかあるのかもしれないですね。まあそういったものでもなければね、ただ単にマップが広いだけっていうことになっちゃうからね。もうなんか忘れちゃいそうだな。今日多分この後時間があんまないんでね、途中でまた日を改めることになっちゃいそうなんですけど、またすぐ続きをやらないとね、忘れちゃうよ。二つあるね、二つあるね、扉。間違えたの？扉があると思い込んじゃったのかな？なんで上の部分だけあって扉自体はないんだろう？あ、でも隠し扉がありますよっていうことはね、言われていたし。特に何もなかったかな。なんか不自然ですよね、右側。もう一回右側行ってみようかな。しかも扉じゃねえよ、魔法陣がさ、右上にもあって真ん中にあるのに左側にはないっていうのも、それもまた微妙に不自然だよ。なんかこのすぐ北あたりのこの空間がね、ちょっとなんかありそうな感じするんだけど、違うのかな。あれ？ん？どこから来たんだっけ？この、あれ？上から来たの？ん？あ、これか。マップはさ、こう、まあ、おおよその地形はわかるんだけど、細かいことはね、記憶に頼らざるを得ない、じゃないですか。それがね、私はちょっとね、厳しいなと。
し、これ何なんだろう。あの飾りがついてない、飾りっていうのかな、何なんだろうな、へこんでるみたいな扉の上がね。お、隠し扉がある。空っぽかよ、期待しちゃったよ。うわー、うわ、なんか罠っぽい。よし、罠がかかってるのに宝箱空っぽっていうのはちょっとね、いただけないですね。おい、ストーンゴーレムに精神的な攻撃は効果を上げないぞ。リーディング大丈夫かな。すげえダメージでかそうだからな。バートは銀のあの武器、やっぱバスターソードを持ち替えた方がいいだろうな。いけ、エリディン。あー、すごいね、ストーンゴーレムなんてさ、めちゃめちゃ動き緩慢そうなのに、レベル4の戦士の攻撃をね、避けるってのすごいな。攻撃食らってもさ、平然としてるってならまだわかるんだけど。うわー、バート痛い。どう効くかだよな。でもな、ちょっと狼男に取っておきたいんだよな、魔法は。当たらねえ、ダメージなし。やばいね、やっぱ魔法使わなきゃやばいかな。エンチャントウェポン打撃力プラス5だからまあまあいいよな。ファイヤーウェポン打撃力プラス10。改めてなんかこうルールが分かってみるとね、かなり効果的なんだなというのはよく分かりますね。そうだな、3人にかけるか。バート、エリディング、8割れ、精神力使いましょう。打撃力が上がるってことは命中率が上がるわけじゃないんですよ。命中率は変わらないで、当たった時のダメージの量が上がる感じですね。だよね、多分当たったところで。そうだよね、
リティカルがないとやっぱシーフはやっぱ厳しいかね。よし、壊した、よかった、まあ、大したことなかったですね。防御の指輪、そうですね、防御の指輪エリリンかな。いや、じゃあ八割が預かってこうしよう。なんだよ。よし、なんでエリリンにしたかというと、まあ、前衛に立つ割にはね、生命ポイントが低いんですよね、エリリンって。なので、アイテムを渡す。エリリンが宝石を手放していただいて、で、あ、間違えた、間違えた。ダメージ減少プラス1、いいですね。あ、そうだ、さっきなんだっけ、ファータム、あー、間違えた、ファータム、寒さによるダメージを減少する。これ入り口のすぐ近くですよね。おおおおお、あ、じゃあこれも隠し扉の可能性が、あー、はいはい、あ、すまんて。お、いいね、ファーザムに持ってもらおう。ソフトレザープラス1。おー、そしたら8割かな。ソフトレザー、ハードレザー、あー、そっか、こっちの方がいいな。まあ、防御力とダメージ減少ってね、また別ですからね。防御力は、まあ、ダメージを軽減する量に関連してるんですけど、それが決定した後、相手のダメージから、防御力から、ダメージを、まあ、カットして、で、その後確実にダメージ減少がついてれば、1ダメージは必ずカットしてくれるということなんで、まあ考えようによっちゃ こっちの方がいいとも言えるかな。まあそうですね、8割が一番適してるかな。カリナとかファーザムはね、ほぼ前衛には行かないし、まあ一応8割が来てみるか。ダメ
防御力4だよね。防御力6。か、なんかさっき来たときこれなんだとかって、なんか何でもないのかとか言ったけど、実は隠し扉だ。